はい、皆さん、こんにちは。つばきちです。ということで、今回もカルチャービットやっていきまーす。はい、で、今回はもうサムネイルを見ていただけたら多分わかると思うんですけど、まあ、一応チームとしては、まあ、残すっていう形でやっていくんですけど、まあ、ちょっと選手をちょっと売却しようかなと思います。まあ、これに至った理由といたしましては、まあ、シンプルなんですけど、本当になんか、毎年毎年同じことの繰り返しでもうつまんない。本当に。なんかずーっと大差で勝っちゃうし、まあ、ワールドクラシックも大差で勝っちゃうし、なんかもうつまんないんで、まあ一回選手を売却して、またまあ、一からではないんですけど、まあ N1 リーグ所属という形で、まあ選手は一からやっていこうかなと思います。育成までね。まああとはフォーメーションもずっと固定でやってたんでね、まあちょっとたまには違うフォーメーションも試してみたりしようかなと思います。その方が多分面白いと思うので。で、まあ一応選手は売却今からするんですけど、ちょっと本当にすいません。魔の選手だけちょっと残してください。本当に。そこだけ本当に許してください。ちょっと魔の選手だけはちょっと誇りなので、ちょっとこの選手だけは本当に残します。いやー、でも他の選手もちょっと思い出深い選手もたくさんいるんですけどね。まあフラスコ選手とかもすごい本当サイドを駆け上がって頑張ってくれましたし、まあ、もちろんこれからっていう選手も本当にいたんでね、ちょっと、ちょっと寂しいんですけど、フローディ引きとかレザースカーもね、ほんと最強3トップでずっと活躍してきていたんでね、ちょっと寂しいんですけど、まあ、売却します。一応、カルチョビットの動画は残ってるんでね、俺もなんか、寂しくなった時はその動画を見返します。はい、ということで、まあ、売却していこうかなと思います。はい、ということで、ちょっと寂しいんですが、売却していきます。まあ、上から順番に売却していきます。さあ、ごめんなさい。うわー、寂しい。いいねですー。ありがとう、本当に。ありがとう、本当にありがとう。本当、お前はもう助かった、本当にもう。助かったとしかもう印象がない、本当に。何度も何度も本当ピンチを防いでくれたし、本当に感謝しかないです。ありがとうございます、本当に。次、ムクノキ選手ですね。すいません。年数は5年いたんですが、もうちょっと出場も全然なくて、1試合の出場にとどまってしまったんですが、本当に助かってました。もうベンチながらも本当、ヒメネス選手励ます声だったり、もう、PK 戦の時とかも励ます声だったり、聞こえてました、本当に。ありがとうございます、本当に。次、翼選手です。まあ、俺と同じ名前なんでね、そこもちょっと印象深いんですが、まあ、一応女性ということでね、日本代表です。いや、本当に翼選手もなかなか出場機会がちょっとね、恵まれなかったんですが、非常にサイドバックで本当にセンターバックもできる選手なのでね、非常に助かってました。ありがとうございます。さあ次、マーレー選手です。もうこの選手は本当守備の要です。本当に静岡マイエフシーを支えたもう鉄壁です。本当にもうずーっと出場もしてくれて本当にありがとうございます。本当スピードもあるし、もうキックも蹴れるし、まあ、ジャンプ力もあるし、もう本当に全部を兼ね備えたディフェンダーでした。ありがとうございます。ありがとう。次、竹本選手です。本当にこの選手も13年いたのがすごいね。もう一時期も日本代表に選ばれてましたし、本当に非常に才能に恵まれた選手です。本当に。本当最近はちょっと出場機会恵まれてなかったんですが、本当に助かってました。ありがとうございます。さあ次、宮地選手です。まあこの選手3年しかいなかったんですが、本当出場機会も全然なかったんですが、本当この選手もベンチからの本当に声が光ってた選手だったと思います。この残り10分守れとか残り5分守れとか、ほんとその声が俺が聞こえてました。本当にありがとうございます。さあフローリー選手もありがとうございます。本当にさあ魔の選手は残します。はい、ということで一通り売却しました。まあ魔の選手はもうさっき言った通り残します。はい、ということで一通り売却が終えたんで、一応残高が23億となっておりますので、まあいろいろ補強していこうかなと思います。まあカルチョビットは一周回せば一応この選手リストが変わるんで、まあいい選手出たらどんどん増やしていこうかなと思います。まあまずはグリフィン選手、アイスバイン所属の2億で、まあキーパーなんですけど、すごいもう元々 SA しかないっていう形なので、これをオファーしていきます。ちょっと獲得できたかの獲得できるかわかんないんですが、オファーしていきます。とりあえず、この週はこれでいいかな。ちょっとパッとする選手があんまいないんで、とりあえずこれでいきます。はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。まあ、次週もその次の週も一応、オファーという形で、まあ、いろんな選手補強していこうかなと思っているので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。また次回の動画で、バイバイ。君の声
回黙ってしまうから。